はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のムシムシフェスティバルについてですね。今回はファミリーコンサートバージョンということで、振り付けもたくさん見ることができてとても貴重でしたよね。ただ、あずきお姉さんとカズモお兄さんが登場しなかったのはちょっと残念かなと感じましたね。はい、今日はお母さんと一緒のムシムシフェスティバルのファミリーコンサートバージョンについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。